きでこの色だんだん塗ってきたじゃないですか。この色フレンチ的なあの料理を今日はちょっと作っていく。今回あゆをテーマにしました。これを、トマトとチーズと一緒に巻いて、はい、見てくださいね。この今のニンニクの、ね、ニンニクっていうのは香りを爆発させるっていうのがすごい大事なので、みじん切りに、バターを並べて、でオーブンに入れて出来上がる。豆板の唐揚げにして、お茶にするので。ここまで。夏よりも。見た目は、やっぱフレッシュの独特の香りのね、甘みと。料理教室ってこういうものを食べてもらおうかなとかって、そのゴールというか趣旨があるじゃないですか、はい、今回はもう本当にこの地元のものからのこう逆算した料理というか、はい、なんか特産を使って、でそれがどうやって家で買えるものを再現できて、はい、うん、一工夫があるのかっていう、その辺を狙った料理ですよね。こういう機会があるといつも同じもの作りますけども、もうちょっとこう新しくメニューを増やせると、まあ、家族も喜ぶかなっていうのがあるので、やってみたいなと思います。